錬金術師として成長していくゲームシステムと魅力的なキャラクターで、従来のロールプレイングゲームにはない世界観を構築し人気を博したアトリエシリーズの最新作リリーのアトリエ。今回主人公リリーを演じた那須めぐみさんのレコーディング現場にお邪魔してお話を伺ってきました。アトリエシリーズの主人公はもう代々ドジというのが決まってるみたいなんですけど、はい、で、でもそこがなんか可愛かったりするんですよね。しっかりしようとしてるんだけど、しっかり知り、なんていうんですか、しっかりでききってない先生みたいな。私の感覚で言うと、シーンはドジなんだけど、なんか頑張ってしっかりしてるっていうような感じの印象を受けるんですけど、自分がやったキャラで思い入れがあるんで可愛くてしょうがない。多分演じてて私色に染めちゃったところもあったりはするんじゃないかなと思うんですよ。多分ある意味こういうリリーだって言われてたリリーがなんかって分からない、私が分かりきってなくて私なりに演じちゃったりとかして、だからそれをユーザーさんや作った方が何と言われるかはちょっと正直とっても分かんないですけど、なんか私は私色に染まってくれたリリーをはなんかとても愛着はあります。いつもカラオケで歌うような曲ではなくてすごく童謡とか民謡とかそういう意味を込めた歌なんですよ。だから余計に気合を入れてきたんですよ。あ、これはもうみんなの思い出深い歌なんだとか思って、そしたら余計にどうやって歌えばいいんだろうと思って最初肩強い重くてなんか力こんなガチガチに入って一応頑張ってみたんですけど、最初の方はだから乗ってくるまでちょっと時間がかかってしまいました。あとはなんかもういろいろ皆さんがこうやってそんなこと言っちゃいけない。それもすっごくゲームの中でとってもいいシーンなんですよ。だから余計に壊したくなかったんですよね。私も壊したくないんですよ。だからですごくいい歌だし、曲はぜひ聴いてほしいです。とてもいい曲です。はい、長い RPG ってとっても長いゲームだとは思うんですけど、これはほとんど全てのものに声が入ってますので、いろんな意味でいろんな表現をして楽しめると思います。私も含めてたくさん多分30人ぐらい役者さん出てらっしゃるので、いろんなリリーのアトリエを楽しんでください。絶対最後までやってくださいね。